藤川茂久は、香川県観音寺市在住の日本のアマチュア天文家。同じくアマチュア天文家で、レンズ研磨師の中淳三郎が作成した、合計 12cm と 16cm の反射望遠鏡を用いた、眼視観測や、2000年代に入ってからは、ペンタックスの6 7一眼レフカメラレンズや自作 F3.5F120mm レンズとビットランの、 冷却 CCD カメラ BJ-45L や BN-51LN を三鷹光機 GNL-26 型赤道儀に乗せての装填観測を行い続けている。1968年以来の50年以上の間20個の彗星を発見し、うち7個に自身の名が付けられるなど、彗星探索家として知られる。1978年10月10日には、 ウィリアム・デニングが1881年に発見しその後行方不明となっていたデニング彗星を再発見し、この彗星は 72P デニング、藤川彗星と呼ばれるようになった。2000年代に入り、この彗星の17から18等級という悪条件の回帰を捉えるために、長谷川一郎より助言を受けたことがきっかけで、冷却 CCD カメラを導入した。 また新星もこれまでに、2012年の一角獣座、V959、2015年のヘビ使い座、V2949 といて、座 V5850、2016年のサソリ座、V1656、2019年のオリオン座、V2860、2020年のいて、座 V6568 の6個を発見している。他にも愛申請も、 複数発見している。2018年には、環境省より、香川県高松市大会において、星空の街青空の街全国協議会より、第30回協議会会長賞個人賞を受賞した。ありがとうございます。